こんにちは、クイズキュンです。今回は脳トレに嬉しい穴埋め計算式の問題です。それでは早速始めましょう。四角に足す、引く、かける、割るのどれかを入れて式を完成させてください。ただし記号はそれぞれ1回だけ使います。終了です。解けましたか？それでは解説に入ります。正解は 5÷3×6÷9 でした。計算してみると、まず 5÷3 で3分の5、3分の5×6 で10、 10-9 で1となり、元の式が成り立ちます。いかがでしたか？この問題は2番煎じなので、本家の問題をおまけで出題しますね。それではどうぞ。四角に足す、引く、かける、割るのいずれかを入れて式を成立させてください。終了です。おまけの問題の答えは本家の動画をご覧ください。 URL を概要欄に記載しています。最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、実験できましたか？コメントと高評価、チャンネル登録で応援してくださいね。